はい、そんな中私はもうお風呂上がりで、顔がパリパリになってきているので、ちょっと今からスキンケアをしたいと思います。で、ケロちゃん、ケロちゃん、ケロ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 ちゃん、キョル、こっちにさ、いつも反対だけでいいや。はい、止めて、これも止めよう。はい、すごい状態だな。めっちゃレア。思います。さ、それではですね、まずは YouTuber みたい。思います。こちらにね、一番最初に、本当は今日は配信で出ております。こちらを塗るとお肌がとても透明感が上がっていいんですよね。あの、これを使ってメイクさんとかにお会いすると、肌のされたねとか、すごい透明感を飲んでやってきました。はい、こちらですね、H セルをまずは最初に塗って、こうやってね、ヘアピンはとても可愛いです。見て、ケロちゃんです。ですけど、私の家では最近 R1 ではなくてですね、あの、私の塗り方が雑なと思うんですけど、雑で、この首まで塗りたいんですよね。こちら、しっかりしてるので。そうなの、私眉毛めっちゃしっかりしてるの。描いて、つけております。
もうこっちについた音してる。卵肌形。私が使っているのがあるんですよね、イグニスの。見えますか、イグニスの。顔を潤わせて、イグニス、はい、で今日の試供品をこっちに持ってきました。ちょっといっぱい持ってくのは荷物ですね。そう。こちら。乳液を、プレミアムミルクというものを使ってます。振り付けているので、はい、くるっくるっと、肌に塗ります。お、ケーキ食べに行く約束できました。だっておめでとう、おめでとう。二人いいじゃん、楽しみにしてます。また報告。はい、首も、寝るので顎周りです。周りはマスクで荒れるので、本当ね、ここは本当ニキビができない。やっぱりマスクで。もうすごく荒れちゃうんです。温泉来てるんだけど化粧水とか忘れた。あれじゃなく見える。ここニキビ見せるとかなかなかないね。めちゃくちゃ綺麗にね治ったんです。テニス部だった時にめちゃくちゃおでことかニキビがひどくて、スケイン入った時もすごかったな。めちゃくちゃニキビ時とかもあったじゃないですか、朝の4時とかブワーってニキビが増えた、ね、だいぶもうだいぶっていうかめちゃくちゃ消えました、ニキビが。
そうなんですよ。睡眠も。けど本当に良い。とっても調子が良い。はい、しっとりしてそうなんですよ。ラジオ番組朝一の握手大変だったけど、あかりさんってすごいなって思う。そう思うと、あ、明日の競馬予想はトースポ競馬サイトを見てください。そしてトースポさん今日見てください。読んでくださいね。お、できた。うおーうおーはい、もう新幹線大阪行ってましたね。あ、トースポウェブ見てくれるのね、ありがとう。さ、聞いてくれてるじゃんってこと、起きてるってことじゃん。めちゃくちゃ大変だ。はい、ということで、今から化粧水を塗りたいと思います。こちら化粧水はこちらですね。見えますか皆さん。イグニス、イグニスのローション、こちら。寝る前に化粧水まで。さっきの化粧水がいいですね。そう、イグニスと私これ乳液を、じゃあ化粧水取れてしまう。あ、けど今日はうまくいった。もつけた方がいいのかな。日焼けいいです。日焼けした。とんに日焼け止め塗った。みんな本当日焼け止め塗ってない人とかいたんじゃない。もしかめっちゃボサボサになっちゃった。みたいだって。そうなんです、卵みたいな顔。卵みたいな顔っておかしいか。いやあれなんです、卵型してるから。あ、アリエルだ。てるようだって。えらい。大事。ミストの、まあスプレーでもいいと思うんですけど、私はミストの日肌の上から顔にシュッシュッとかけて。やっぱあのクリームっていうかジェルとかそういうのはさ塗れない。化
粧水って直接塗って、ものもあるしね。耳の裏が一番焼けるから、みんな、あの裏を一番塗ってください。まあいっぱい塗らなくていいけど。あ、やばい、コットンがボハボハしてきちゃった。めっちゃ焼けるの、ここ。あ、見て、コットンボハボハが取れちゃった。さあ、忘れちゃってさ、塗るの焼けちゃってるよね、気づいたら。コットンつくんですよ、これボハボハになっちゃう。私のコットンの超ついてる。よく考えると画面を鏡として使ってる。今日 CBC、 あ、わかった、 N 口さんが、 N 口さんに今日会えなかったの、いると思ってた。今日は外にいたから念入りですか？今日はね、軽く念入りにやってます。パックとかもつけるし、美容液ももっと増やします。さんに会ったんだ、私会えなかった。会いたかったの。こちらイグニスの美容液ですね。こちら液もあるけど、こっちのホワイトニング美容液もあります。はい、ということでこちらですね、ホワイトニングプレミアムエッセンスラストの美容液でございます。そう、衣装今日暑かった、めっちゃジャケット、現地で何か食べることもできませんでした。しょうがないよね、コロナだもんな、長くいられないよね。はい、こちら塗っていきます。出た？嬉しい、会えなくてね、会いたかったの。また会いましょう。そうだった、竹内さんも来てませんでした、もしかして今日なんかインスタかツイッター見た気がする。天むすいただきました、美味しい天むす。出てきた、またいいね、外で飲むビールは美味しいでしょうね、暑い日に。
めっちゃ伸びてる。久しぶりに天むす食べたいなって。美味しかったよ。1つに5つ入ってるんですよ。盛りだくさん。めっちゃボサボサになってきた。はい、ということで水のスキンケアです。あのめちゃくちゃ大切な撮影に、あ、うん、とくどんとくどん、うん、とくどんとくどん、TikTok で最近流行ってるやつ。うん、ちょっとちょっと全部は食べなかったです。はい、完成。パサパサだな。乾かしただけだから前髪。水スキンケアは終わりです。この後もしやるとしてもあれですね、まつげ美容液かな。女性は大変だな。化粧してる方がやっぱり。こんな感じで私の、はい、女子力あるね。だってありがとう。バーガー食べた。こんばんは、こんばんは。スキンケア初めて見ました。そう、初めて見た。くまちゃんがあの街中で見かけたらどうしたらいいですか。見かけました。スキンケア大事ですね。大事です。めちゃくちゃ大事です。七夕祭り行ったな前。昨日行ったな七夕祭り。メンバーと一回行ったことあるよ。本当に初期ぐらい。懐かしい。行ったんだ昨日。来週は境でコスプレサミットが始まるよ。沿道寺？もう商店街？お祭り？うわー、お祭りだわ。おいでんもやってるの？おいでんはいつやってるの？うわ、お祭り行きたいな。めっちゃ屋台やったんだ。おいでは今日と明日なんだ。行きたーい。
七夕もよろしくだって。あるの？わあ、いいね。浴衣姿いいですね。あ、けど今日帰り道にました。あれなのかな、おいでんとかそういう感じなのかな。結構来てたのかな皆さん。ね、なんか夏感じるっていいよね。私夏好きだからさ、浴衣を見たい？くまちゃんの？けどもしトーク会とかがあるなら、どこかで浴衣着たいなって。ランキング1位だったじゃないですか。だからもらえて、持っております。けど浴衣着れないから一人で、誰か着付けしてもらえ、してくれる人が、あとか着付けしてくれるかな。ね、着たいなと思ってるので、会かなんかがあった時にどこかしらで着たいなと思います。楽しみだって。ありがとう。もしあったらどこかで汚れるので、その日は違う服にしたいと思います。そこでね、どこか楽しみにしててください。自前というか、その撮影の時に着た浴衣です。いただいたんです。楽しみにしててください。めっちゃ行きたい。今年の夏は絶対花火するって決めてるの自分で。かき氷は TikTok。 なんかあの可能音源なくなっちゃって、音がなくなっちゃったんです。こうやって折って叩いてっていう振りがあったんですけど、で蚊の真似して私のこと叩いてって言って
マヤに頼む。カノ役を自ら。ナイスでした。あ、かき氷かな、かき氷かな、どうなんだ。パークかな、そこに美味しいかき氷屋さんいっぱいあります。よかったら行ってみてください。ご飯はハンバーガー食べました。アメリカン。あ、 TikTok 今日一つ自分で編集しました。 TikTok結構面白いと思う。出てハードル上げるの嫌だからゆらゆらしてるやつは今日あげました。おお、長いね、ありがとう。ちゃんが編集してくれました。すごいよね。前髪が。だってって感じ。今もネイルしてる？ネイルしてるよ。これあれパラジェルだから取れない。くまちゃん編集できないものね。聞いてた？今日編集したって言ったでしょ？痛いよね。ほんとそうなの。バズらないの。全然バズってくれない。大事。みんな共有共有をしてください。パラジェルっていうのはね、あの爪を傷つけないでネイルすることなんですけど、そう、傷をつけてあの取れないようにねするネイルだったんですけど、最近はその地爪にあの傷つけずに塗れるっていうパラジェルっていうのができたんだよ。初見です、ありがとう。ダーチもほうだって。それ使ったの私。ミシラジオ夏祭りでお見かけしました、ありがとう。インスタ内ではハートしか押せないからツイッターへの共有だね。いっぱいしてください、お願いします。茶色いね、結構もう日に当たらないんだよね。熊ちゃん温泉は札幌にない。
そうらしいね。けどすごい並んでるらしいね。お疲れ様ですって、お疲れ様です。眠くなってきた。体勢なのでもういつでも寝れそうです。寝るだけでさ、あれじゃないですか、体力使うじゃないですか、眠くなるよね。別に動いてるわけじゃないけど、1公演ぐらいやったんじゃないかっていうぐらい汗の量でしたよ。そっか、今日ごちゃ混ぜの日なのか。じゃああかりさんはラジオだ。すごいな、本当に大変だ。飲んだの？ヤクルト1000に出会ったことないんですよね。私はもう毎日寝る前にちゃんと飲むヨーグルトを飲んで、勝手に思ってる。信者信者。人気とかそういうの聞くとちょっと一本だけ飲んでみたいなって思う。アーモンド効果最近飲んでないの？眠れちゃうんですよね。めちゃくちゃ寝れるんで、全然寝れちゃうので大丈夫だと思うんですけど、睡眠効果すごいよね。ちょっとやっぱ飲むよ、ヨーグルト飲むよ、元気の源なのかな、健康である秘訣なのか、本当にそれはそう。食べるヨーグルトは朝食べるよ。ヨーグルト出てくるじゃないですか、ちょっと。眺めだぜ。よよ。と飲んで。ダメだ。頭が回らない。意外と長いミラー。クックック。イエ。はい、ありがとうございます。ミラーボール
何の話してた？何の話してたっけ？何の話してたっけ？あれ？よ、飲むヨーグルトの話。あ、そうそうそう、朝のヨーグルトの話なんだけど、ヨーグルトって本当に朝食べるのもいいんだよね。で、ヨーグルトさ、ちょっとさ時間が経つとさ、わかる？ちょっと汁みたいなの出てくるのわかる？ヨーグルトの汁っぽい感じの。わかりますか？それって満点なんですよ。もう本当に栄養満点なので、その汁を残さない方がいいですよ。まあ、知ってたらごめんなさいなんですけど、その汁が一番栄養が溜まってるところなので。結構あれ、汁だからいいやってて飲まない、まあ、汁だけで飲むってあまりないけど、残しがちだと思うんですけど、そこに栄養がたっぷり入ってるんで、その汁が出てきても、その汁と一緒にヨーグルトを一緒に食べるといいらしいです。とにかくあそこ、その汁は健康にいいので、栄養たっぷりなので、残さない方がいいですよ。はい、くまちゃんが食べてるヨーグルトは無糖？無糖の時もあります。無糖の時はだいたいブルーベリーのソースをかけたりとかするんですけど、やっぱちょっと味がついてた方が好きだよね。そう、あ、きっちり飲みますだって。そうなの、飲んだ方がいいよ。しっかり飲んだ方がいいです。そうなんですよ。意外とさ、なんかうわ、ちょっと時間経っちゃったから出てきちゃったよ汁、うわーってなっちゃうこと多いと思うんですけれど、その汁も残さず食べるととても体にいいので、まあ、飲むっていうほどはしなくていい、 こんな飲まなくてもいいと思うけど、そのヨーグルト、個体の方のねヨーグルトと一緒にこうやってすくって食べるといいと思います。はい、おすすめです。ぜひね、皆さんもヨーグルト食べるときはそうしてみてください。くまちゃんの豆知識でした。ためになるね、ためになったね。なんだったっけこれ。もうメーカーの人ではありません。何のリズムですか？全然意味はありません。ちょっと眠たくなったから、拍手してみました。リズム天国かな。カモネ、はい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 、こういうのカモネ、はいだん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 、はいはいはい、なんかそう、眠いから配信お休みしてもいいよって言ってくれるんですけど、あと10分ぐらいでね12時なので、もうせっかくなら
12時までやりたいなと思って、はい、このゲーム楽しかったよね。私も大好き、リズム天国めっちゃ大好きだったそう、めっちゃ好きなんです。嬉しいよだってありがとう。逆に夜に付き合ってくれてありがとう。明日5時起きなの？ありがとう、最後まで見てくれて。おばちゃんが頑なにスイッチを買わないのはなぜ？え？スイッチにお金をかけるなら自分にお金をかけたい洋服とか化粧品とかにお金をかけたいって思っちゃう。そういうところだよね。けどあったらあったで嬉しいんだよ。けどそっちの方に考えちゃう。飽きるかもしれないし、飽きるかもしれないとかいろいろ考えると、まあめっちゃ欲しいけどなんかちょっとそこでケチが出てきちゃって、だったら自分のためになるものをね、服とかそういうあの美容針とかそういうので、そうお金かけた方がいいな、あとは美味しいご飯食べに行ったりとかした方がいいなとか思っちゃうんだよね。ははは。そうなんです。そう。いや買ったらさ、買ったでさ、やっぱ買ってよかったよみたいな。本当によかった買ってみたいな感じでいい。言うと思うの本当にね。やっぱスイッチしか勝たんみたいなことは言うんだけど、まあなんか今だったらなんか今の自分の性格上だと飽きるかもしれないなとか思ってね、そう思うと、あーじゃあちょっとね違うの買おうかなみたいな、そういう考えになっちゃいますね。ゲーム配信とかやったりしてね、そう絶対楽しいじゃん。ここでスイッチやりながらみんなと喋れるんでしょ。それは楽しい、それは楽しいけど、ちょっとそこでケチが出る。そうなんですよ、だってスイッチ高いじゃんとか言っときながら、スイッチと同じ値段ぐらいの化粧品を今までで買ってるかもしれない、買ってるかもしれないけれども、まあ、まずは椅子を買おう、間違いない、それもそうだけど、そうなんですよね。なんかちょっとねケチなところもあるし、けど使う時もあるし、なんかよくわかんないんですよね自分の中で。うん、スイッチは悩んでるけど、くまちゃんが買ったら買うかもね。ここの配信でね、スイッチやりながら配信とか楽しいかもしれない。うん、劇場の備品として設置してもらいましょう。いいね。何なんだろうね。まあそれぞれね、やっぱ使うところって違うから、そうそう、なんか生地とかそういうのではないんだけど、そうまあなんかあるよね、なんかね。そうみんなね、そう対戦とかできるからさ、友達フレンドとかできて羨ましいなって思う部分もあるけれど、ダビスタやったら競馬の勉強になるよ。ダビスタってあれなんだ、スイッチの、あのソフトもあるんだ。自分への誕生日プレゼント何しよう、何しようかな。
くまちゃんのゲームチャンネル開設しましょう。楽しいね。確かに楽しいね、そう思うと。いいよね。みんなは自分の誕生日にさ、何買ってる？自分に。ホラーゲーム配信は本当に無理。何だったっけな。なんか友達にゲーム実況でホラーゲーム実況やってる人の YouTuber さんを教えてもらって見たんですよ。めっちゃ面白くて、びっくりするもん一緒に。はぁみたいな、やばみたいな。びっくりしちゃうよね。アクセサリーかバッグだよね。なるほどね。ゲーム機とか CD とか DVD。 トーク券だって、素晴らしい、ありがとう。プレゼントになれるように頑張るね、私自身が。バイオハザードはね、まだゾンビはいけると思う。化粧品と美味しいもの食べるだっていいよね、いいと思う。やっぱ化粧品新作どんどん出てくるから欲しくなっちゃうよね。ディズニーとかだね、いいね。ゲーム配信もホラーみたいだって。菅原のゲーム配信、あ、かわいい。くまちゃんのためにおしゃれするだって。レスもらえてプレゼントになりました。よかった。スイカだった、だっていいじゃん。スイカおいしいじゃん。いい公園行きました、だっていいね。マイアンとゲーム実況したらうるさそう。確かにめっちゃうるさそう。めちゃくちゃゲーム欲しくなるじゃん。スイッチ買おうかな、迷うな。けどな、前やなき家とやってたよ。そうなの、やってるのよ。買えばええやん。はい、ということであと2分なので、うん、絶対飽きると思う。だってはい、ということでお休み前にスクショタイムですね。はい、終わりということで、切れるまでずっとつけとくんですけれども、皆さん夜遅くまでありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。おやすみなさい、ゆっくりね。明日も頑張りましょう。楽しみましょう。バイバーイ。おお、来た来た、最後に。イエーイ、イエーイ、イエーイ。ふう、グッナイ。トン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 。おやすみ、おやすみ。あ、ねえねえねえ、あ、そうだ、できるかな、できるかな、ちょっとまだいける、あ、待って、まだいけるかな、終わる、終わっちゃった。
ね、まだいける？まだ時間あるかな？来た？まだいける？